パンアメリカン航空160便墜落事故は1973年11月3日に発生した航空事故である。ジョンカイケネディ国際空港発グラスゴープレストウィック空港行きの国際定期貨物便だったパンアメリカン航空160便が飛行中、コックピット内に煙が充満した。パイロットはボストンへの緊急着陸を試みたが、 滑走路手前に墜落し、乗員3人全員が死亡した。事故機のボーイング707から 321C は、1967年に製造された。4機のプラットホイット 2JT3D-3B を搭載しており、総飛行時間は24,537時間だった。160便は、ニューヨークからフランクフルトへ向かう、国際定期貨物便で、 スコットランドのプレストウィックを経由する予定だった。機体には2万4 0 0 0ラムの貨物が積載されており、うち6 9 6 7ラムが腐食性と揮発性のある化学物質だった。8時25分、160便はジョンカイケネディ国際空港を離陸した。25分後、機体は巡航高度の31000フィートに到達した。9時4分、 パイロットはニューヨークにあるパンナムのオペレーションセンターに機内で煙が発生しており、ボストンへダイバートしようとしていることを報告した。4分後、パイロットはモントリオール管制に JFK への引き返しを要求した。管制官はこれを許可し、160便は右旋回を行った。9時29分、パイロットは管制官にボストンまでの距離を尋ねた。管制官は 現在、ピース空軍基地付近を通過している。ボストンまでは40の45マイルだ。と返答した。9時31分、160便は、ボストン侵入管制と更新を行った。この時、パイロットは緊急事態を宣言するかという質問に対して、緊急事態ではない。滑走路33リットルが使用可能かと答えた。 3分後に管制官はすぐに着陸したいかと問い、パイロットは可能な限り素早く着陸したいと返答した。160便の残骸の散乱場所を示す、地図フラップとスポイラーが展開された状態で160便は滑走路33リットルへの最終進入を行っていた。しかし、溶断パーが動作不能になったため、低速時における機体の操縦が難しくなった。 9時39分に160便は滑走路から262フィート手前に墜落し、乗員3人は全員死亡した。国家運輸安全委員会が調査を行ったが、コックピットに充満した煙の発生源を特定することはできなかった。報告書では、機体に積載されていた硝酸の放送方法が不適切で、さらにクッション材として、おがくずが使用されていたため、 これらが反応し煙が発生したと可能性が高いとされた。事故後、パンアメリカン航空と4つの企業などが起訴された。ありがとうございます。